JOBBB488 よっちゃんのお料理コーナー、今週は抹茶ジャムを作ります。調理人はよっちゃんとカメラマン私バンバテッペです。それでは調理入っていきましょうか。はい、まずは事前に抹茶 10g を茶こしなどで振るって細かくしておきます。はい、そこに人肌に温めた牛乳 50ml です。ご覧のように少量ずつ加えながら混ぜ合わせます。でこれダマがなくなるまで混ぜてください。はい、牛乳が冷たい状態だとこの抹茶ダマができやすいんですよね。そうですね、非常に溶けにくくなりますので、はい、人肌に温めました。いい感じ、綺麗です。はい、厚手の鍋で牛乳、生クリーム、グラニュー糖を加熱いたします。はい、まずは牛乳 150ml です。はい、生クリーム 100ml です。脂肪分が 35%、 そして最後にグラニュー糖 70g でございます。こちらを鍋に加えます。そして木べらで軽く混ぜた後に弱火にかけて、そして混ぜながら水分を飛ばします。これね、底が見えるまで水分飛ばすんですけど、ちょっと弱火やとですね、水分飛ぶのが遅いんで、今ちょっとだけ中火ぐらいに、中火にしましたね。はいはい、まあ、ここら辺は皆さん火の強弱、はい、こう様子見ながらですね、変化つけてみてください。はい、あ、なんか小さい泡が出てきました。沸騰してきたんかな。はい、こうなるとですね、はい、焦げやすいので、はい、火を小さくしてください。なるほどね。まあ、だからこうやって火の強弱をつけるんですね。はい、でこれからは常にですね、混ぜておいてください。はい、焦げたらもう元も元も子もないですか。入れて。おお、そこが、お、はい、見えてきました。こうふっと嗅いだ時にですね。でこれでちょっと一旦下ろします。牛乳で溶いた抹茶ですね。はい、これを入れます。かなり濃い液ですが。うわ、うまそう。あんまり苦いのが嫌いであったら。はい、この抹茶の量を減らしてください。今回抹茶 10g。はい、大さじ2杯です。はい。はい、でちょっとこう混ぜます。はい。今度も、まあ、弱火から中火ぐらいでですね、火の調整をしながら、はい、こう水分を飛ばしてください。はい、でこれをですね、あんまり時間かけますと抹茶の色がせっかくの緑がですね茶色になってきますので、そんなに時間をかけないでください。非常に見え方がどういうかね、本当に一瞬の場合はトロンとしたジャムができますし、はい、これが結構こうしつこく見える状態であったら硬いジャムができますから、うん、その辺はですね、時間のかけ方で、うん、何とでもなります。こんなんなんね。おお、お、来ました来ました。あ、結構見えてきましたよ。はい、お、うん、では火から下ろして、はい、このまま粗熱を取ります。まあ、まだ熱いんですけど、はい、もう入れましょう。はい、市販の瓶にジャムを移動させます。で蓋をしまして、でこれで冷蔵庫で冷やすんですが、その前にですね、かなり熱いんで、はい、ご覧のように氷水とかにつけてちょっと熱を冷ましてください。はい、ただいま氷で冷やしておりますが、ちょっとねサラサラすぎるんですよ。でちなみにこちらですね、もう出来上がりのジャムなんですけど、ほら全然これ違うでしょ、これね、よっちゃん、うん、出来上がりが、うん、なんでちょっともう一回鍋で、はい、水分飛ばし、水分飛ばしましょう。はい、ドロドロ感を出したいと思います。はい、こういうふうにこうかなりとろみがついてきて、ここがとこう泡が出てきております。もうそこが見えるというか、もう完全に見えます ね、はい、だから一回目みたいな見え方ではダメやったってことですね。そうですね、あれやったら電流になりますけども、やっぱジャムにするためにこういう感じで、はい、ここまで混ぜてください。こんなんです。おわー、いいですね、立派なジャムができました。はい、じゃあこれを冷蔵して、はい、皆さんお召し上がりください。はい、これで抹茶ジャムの完成でございます。これから暑くなる日本、アイスクリームにのせたり、かき氷の具材にしたり、冷たい牛乳に混ぜたりしてお召し上がりください。パンに挟んでもいいですね。お相手はよっちゃんと私バンバテッペイでした。次週の料理動画までさよなら。チャンネル登録もよろしくね。おお、うんうん。